ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継。今日は宮崎市からです。少しずつ秋めいた日を感じ始めるこの頃、一足早く芸術の秋に触れてみませんか。県立美術館から畑アナウンサーが伝えます。畑さん、一足早く芸術の秋を感じられるということで、今日は楽しむ美術館2022の会場に来ています。ご案内いただくのは学芸家の小林さんです。よろしくお願いします。お願いします。それではどうぞ。はい、楽しむ美術館ってどんな企画展なんですか。子どもから大人までが気軽に作品鑑賞を楽しむことができる展覧会になっています。気軽にということは、美術というとちょっと難しいかなと感じてしまうんですけど、それでも楽しめるということですよね。はい、大丈夫です。はい、こちらのコーナーは、これが私の絵というコーナーなんですが、宮崎県出身の画家たちの代表的な作品を展示しています。うん、私の隣にある絵を見てみると、すごくリアルで白黒写真みたいですよね。はい、こちらの作品は伊達光太郎さんの絵なんですが、伊達光太郎さんは明治後期にアメリカに美術を学びに行ってるんです。その時代に宮崎からアメリカに渡るってすごいことですよね。そうですね。そしてとても繊細で精密なタッチで描いています。そうですね。一方でこちらの絵に目を移してみると、また印象がガラリと変わりますね。はい、こちらの作品は台湾で活躍した塩月東歩さんの作品です。大枠を省略して大胆で迫力のある筆使いで描いています。この画家ごとの特徴の違いっていうのを比べながら見ることができるのが、このコーナーの魅力なんですね。そうですね。さあ、そして皆さん、絵というと額縁に入ったものを想像する方が多いんではないでしょうか。こちらには大きな襖6枚分に描かれた絵があるんです。はい、こちらのコーナー美と暮らすでは、日本人というのは昔から、生活の中にアートを取り込んで生活していたわけですね。これほど壮大な絵ではないですけど、うちの祖母の家の襖にもそういえば絵が描いてあったなと思うと、意外と身近なところにアートって描かれてるんですね。そうですね。それだけではなくて、このように戸を開け放って庭の景色を取り込むことで、それを鑑賞して楽しむというようなことをしていたわけです。自然も切り取るとアートに大変身するんですね。そうですね。日本人はこうして生活の中に根付く美を楽しむ心っていうのも昔から持っていたんですね。はい、さあ、この他にはどんな作品があるんですか。はい、彫刻の世界では、照明を30秒に1回方向を当てる方向を変えることによって、彫刻の見え方や印象を変えるというコーナーがあります。彫刻ということは、いろんな角度から見てもいいんですよね。そうですね。後ろから見ることも可能なんです。新しい発見がありそうですね。はい、さあ、続いて大きな絵の前に移動してきました。これ私大好きな絵なんです。マグリットですよね。正解です。この巨大な岩が宙に浮いているというのがすごく不思議で、教科書をめくる手が止まったのを今でも覚えてます。こちらの現実の感覚という絵なんですが、月、雲、岩、そういったものは現実にあるものですよね。だけれども、大きさや配置、そういったものを変えることによって不思議な感覚が見えるようになっています。岩というと地面にあるイメージですけど、こうして空にあることで、また違う現実ではないような世界になるんですね。そうですね。宇宙では浮いてるんですけどね。確かに今までそんな考え方したことなかったですけど、はい、マグリットはそう思って描いたのかもしれないです ね。 そうですね。子どもたちにも人気の絵です。さあ、ここまでいろいろな作品紹介してきましたが、自由な視点で楽しむということが大事だと教わった気がします。新しいアートに出会って、アートを楽しんでみる、そんな機会がここではあります。さあ、皆さん、芸術の秋はもうすぐそこです。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ここまで中継でお伝えしました。